こんにちは。今回は購入品のご紹介になります。どうぞよろしくお願いします。はい、まずこちらですね。またね、のび太を買ってきました。100g200m、 ウール 75% のナイロンが 25% ですね。大針が9から15、ゲージが18目24段ですね。お洗濯がこちらですね。でバーコードがこちらですね。これが1つで靴下が2個編めるってことかな。のび太はあれですね、太いのとちょっと細いのがあるみたいで、これ太いやつですね多分。なんかね、細いのがありました他にね。でこれが以前買ったやつなんですけども、こちらもちょっと太いかな。でもこれよりは細い。なんかいろいろあるんですねよくわからんけども細いやつもね、きれいな色だったんですけど、こっちのが、まあ色が気に入ったのと、あと、まあ太い方が編みやすいかなと思って。そうですね、細いのはものすごい細かったですね。オパールと同じぐらいですかね。ちょっと、ね、それも挑戦してみたい気持ちはあるんですけど、なんかこれ美味しそう、色が美味しそうだなと思って、チョコっぽいんですよね。なんかね、大きいユーザー屋さんはクーポンをね使いたいんでね行ってきたんですけど、もうだいぶ品薄になっていて、近くのねちょっと小さめの店舗さんに行ったらまだ結構あって、でねそこで買ってきました。こちらがですね、1点がね1870円 で 40% オフのクーポン使わせていただいたので、とね1122円ですね。こんな感じです。楽しみですね。ふわふわ。お次がですね、ちょっとねいっぱいあるんですけど、こちらですね、かなり買いましたね私ね。あんまりねメーカーさんとかをまだよく知らないんですけど、ツイッターで仲良くしていただいてる方がね、ニットプロっていうメーカーさんを教えてくださって、でなんかすごい綺麗な模様なんですよねこれね。ニットプロっていうのを取り扱ってるねお店を探してみたら、以前にねお邪魔した吉祥寺のアブリルさんっていう毛糸屋さんで取り扱いをしているっていう記事を見つけて、でその記事がね結構古かったんですよね。何年も前のものだったんですけど、ちょうどねそっち方面に行く用事があったので、ちょっと覗いてみたんですよね。そしたらお取り扱いされていて、でなんかねこれからねもうお取り扱いしなくなるそうなんですよ。でそれもあって3点で1000円っていうセールになってたんですね。で1つ1000円くらいするので、あすごいお得だなと思って、でちょうど輪針の練習をね始めて時期でもあったので、3点で1000円は安いですよね。でもねかなりお店にじーっとしてて、で何買おうかなってものすごい長時間お店にいてしまったんですけど、ちょっと迷惑だったと思うんですけど、ほんとなんか明るいうちにお店入ったのに帰る頃は真っ暗になってて何時間いたんだろうっていうぐらいいたんですけどすいません本当に。そう、それでね棒針の玉がついてる棒針はまだ結構ありましたね。ただねこれ見てもしかしたら近いから行ってみようって
思われる方いらっしゃったら、やっぱりあの品数はもうたくさんはないので、ちょっとそこだけね注意していただければと思います。せっかく行ってもね、これとこれとこれっていう感じで選べる感じではないので、うん。で、私はたまたまなんか欲しいサイズのものがあったから、結構今あの靴下編まれる方とかが多いから、細いねタイプのものが好まれるのかなと思うんですけど、細いのはどうかな、ちょっとそんなになかったようなイメージなんですけど、すいません、私もねちゃんと覚えてはないから。で、このシンフォニーっていうやつはなんかドリームっていうのとドリームじゃないのがあるみたいで、そうで、ドリームっていうのはなんかこういう号数によってこう色が違うみたいなんですね。で、もう一つのタイプの方はなんかね色がすごい混ざってる感じのやつなのかな。それはねあったかなお店ほぼほぼ覚えてないですね。そうで、なんかもうすごい悩んで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 これにしたんですけど、なんかねいろんなタイプがあるみたいなんでね、ちょっと興味のある方はね、あのネットでちょっと探してみるといいかもしれないですね。で、もうコードがくっついてるタイプの輪針は、置いてなかったですね。こういう感じでコードをくっつけるタイプ、こういう風にコードと別になってるタイプのものがこういう感じであったので、でね、もうコードの方は売り切れてしまったので、別で購入するっていう感じになると思います。で、太い針だと結構ザクザク編めるかなと思ってね、いいかなと思ったんですよね。で、あとかぎ針は私はあのグリップがついてるやつの方が好きなんですけど、なんかでもすごい綺麗だったからちょっとね買ってみました。で、こういう太いのだったらもうあのこの絵自体が太いから使えるかなと思って、グリップなくてもね、まあ、もうどうしてもダメだったら私グリップあの作っちゃう派なんで巻いてねまあ美しさはなくなりそうですけどね。で、あとこちらがですね、あのアブリルさんで出されている編み針で、これがねめちゃくちゃ安かったんですよね。この玉なしの棒針が30センチで、これ15号っていうのかな、15っていうのを買ったんですけど、これが1本70円で2本で140円。激安じゃないですか。で、あとこっちのかぎ針が、まあこれも10ミリなんですけど、10ミリ2本も買ってるんですけど、これがね、かぎ針15センチ、長さのことかな。で、これが250円なんですよ。で、最初これが気になって見に行ったのもあって、そうそう、このニットプロさんのは置いてるかどうかまだ分からなかったんでね、そう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 。で、他にも号数とかいろいろあるんですけど、もうねなんか触ったらねツルッツルだったんですよ、これ本当に。へえと思って、ツルッツルなんですよこのお値段でと思って思わず買ってしまいました。これはあれですかね、ゴムのやつこうペトってすればいいんだと思うんですけど、ちょっと編んでみようかな。なんかこういう細い糸を太いかぎ針とかで編むとなんか早く出来上がるから楽しいかなと思ってそういう感じなんですけど、あーなんかねいいですね。ここの先端の部分はどうしても、これは7ミリなんですけど、ここがほらやっぱり丸まってるからこういう方が編みやすいとは思うんですけど、まあ好みだと思うんですけど、
ここが本当につるつるなんですよ気持ちいいんですよ。まあ全然編める、あちょっと引っかかるかな、うん、でもまあこれ使ってる糸自体が今細いから、そうね、やっぱ先端はどうしてもちょっとあれかな、でもそれも糸によると思いますね。これがダイソーさんの 10mm。 ああ、あのね、編みやすいこれこれ編みやすい、あれ、ああ編みやすいんだわ。 こっちなんか比較しちゃったらあれ申し訳ないですけど、あのね、ここのヘッドがね、なんか丸っこい、横に広いから編みやすいんですわ。これ比べてみるとわかる。うん、あ、編みやすいんだわこれ、何回も言うな。そう、あ、いいなこれ、うん、あ、でも拾うのはちょっとどうかな、もうちょっとちゃんと編んでみないとわかんないですね。まあこれ細いですしね、糸がね。でも想像以上に編みやすいんだこれ。一番でも私が編みやすいのは多分これかなと思うんですけど、長いし、ここ丸まってるから引っかからないし、いやでも編みやすいよこれ、本当に編みやすいです。あ、でもダメですよね、期待すると結構ダメなのかもしれない、期待あんまりしないとそれも失礼だけど、なんかね編みやすいこれ。あ、よかった、買ってきて。まあそうですよね、アブリルさんはもう毛糸屋さんだからね、ちゃんと考えて、すごい考えて考えて作られてるんですよねきっとね。おお、ここもねとんがってんだわ。あ、みんなそうか、それはねみんなそうですね。あ、でもいい感じですよ。これ他の号数もあったんですけどね、細いのだとどうかな、でもグリップない方がいいって方もねいらっしゃるから。そう、あとここの抜けもすごいいいんだきっと、これスルッといくんだ、これすごいね。あ、でちょっと長いし、へーすごいなぁ。ちょっと期待してなかったところもあるのかな私はだからこんなに感動しているのかな。ちょっとアブリルさんに全力で謝っとこう、すいませんでした。うん、なんか予想を反して編みやすかった、ツルツルしてるし、なんか持っててほんと気持ちいいんですよね、ツルツルしてるから。ああ、よきよき。ああ、また行ったらね、他の号数買っちゃうかもしれない。これ、ね。これだと、こういう風にこうザクザク編むとね、早く編めるから、いいですよね。指編みとかね、されてる方もいらっしゃるし、ね、いいですよね。太く、こう編んでいくのね。こっちの棒針も使ってみようかな。これ全部使っていったら、すごい時間かかっちゃうんですけど。大丈夫ですかね、2時間ぐらいになっちゃいそうな気がするけど動画あー、これモフモフ毛糸だから引っかかるんだ、まいったな。こっちに引っ張るといいんですよね、反対に引っ張るから引っかかっちゃう、ね、こっちのが見やすいですね、モフモフしないしね。よし、あー、そっかそっか、滑らかってことは滑るってことだから編みやすいってことなんだねきっとね。うんうん、滑りがやっぱりいいんだねきっとね、うん、あー多分ねこれも編みやすいですね。まあ私ね持ってるやつが結構、あ、目が飛んだ、どうしよう。そう、持ってるあの編み針がかなりうん十年前のものだったりするので、そうするとね、
やっぱりあれですね、違いますね、うん、ちょっと硬いな、あの私の編み癖が、うん、でもここの滑りは本当にいいですね。ここの先端とかもツルツルで、うん、編みやすいと思う。これこちらがですね、ニットプロシンフォニーの10ミリですね。お、すごいツルツルだ。これもツルツルだ。でもね、なんかこっちとはちょっと質が違うツルツルだ。あ、でここにこう突起があるからこう引っかかっていいのかもしれないですね。あ、ツルツルだ。へえ。長さもこっちの方がちょっと長いですね。へえ。ツルツルだ。でこちらが10号ですね。おお。おお。長さはね同じですね。うん、ああ、これは楽しみだな、使うの。ツルツルだ。だいぶ違いますね、同じ10号だけど見えるかな、ね、全然違うね。まあ一応10号ですね、どっちも。へえ。あー、でも長いから使いやすいかもしれないですね。へえ。あ、まあこれはちょっと今6号なんですけど、本当はこれと同じはずね。いや、ツルツルだわ。うるさいですよね。ツル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 。ちょっとこれね、結構前に買ってたんですけど、一回も開けてなかったんですよね。そうなんですよね。動画撮ると思ってたので。いいですね。これが8ミリ。8、10、12、15を10ミリ。そう。でですね、これも全部編んだ方がいいのかな。今度にしましょうかね。長くなるんでね。そうですね。これから編んでいくときにまた動画上げさせていただきますので、その時に使用感謎ですね。ちょっと本当これ全部やってたらすごい時間かかっちゃうと思うので、見てる方もねかなり大変だと思うので、それで こちらでね、もうコードは売り切れてしまってたの で別で購入したんですね。ちょっと名前がね映っちゃってるから、こちらですね。七つむぎさんっていう楽天さんでお店を出されてるのかな。七つむぎさん、ニットプロの専門店ということですね。ちゃんとこういうね、カードつけてくださってて、で来るのも早かったですね。頼んでから、注文してから本当早かったですね。渋谷区道玄座がすごいですね。都心の真っ只中にあるんだ。お店ね、こちらですね。これがあれば使えると思うので、これ入んなかった時がもう恐ろしいですよね。怖い。ちょっとこの太いの気になりますよね。12。ユザーヤさんでも編み針のところをちょっと見てきたんですけど、こういう太いのはプラスチックのやつはありましたね。そんなに重くないけど、すごく軽くもないかな。まあしょうがないですよね、この太さですからね。で、ニーナメタルを、1号のニーナメタル買った時は80センチが便利だよってね、教えてくださってる方が多かったので80にしたんですけど、
スヌードとか帽子とか編むときは何センチがいいのか分かんなかったんですよね。でそれも調べていたらなんか60センチがいいですよっていうのをね、そう教えてくださっている方が多かったので60センチにしました。80とかもあるし、あとね100とかサイズはねたくさんあるみたいです。60だとこのぐらいですね。でここにやるのかな、付け替え輪針は初めて。あ、大丈夫そうですよ。あーよかった、あー大丈夫だ、よかった。あ、結構しっかりね長さもあるんですね、あー大丈夫大丈夫、もう超チキン野郎だからね本当に不安でしょうがない。これはよくわかんないですね、何ですかね。あー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 、そういうことか、なるほど、途中で置いとくときか。ああ賢い、なるほどね、ですよね、きっと こういうことですよね。こういう風にして置いとけば抜けないよっていうことですよね。あ、賢い、へえ、なんか優しすぎません？これはなんだ、これ入るのは分かったけど、キーのまっすぐな方を差し込んで、キーの丸くなっている部分を持って編み針部分をねじりながら締めてください。締めるの？なんで？どういうこと？ああ、はいはいはい、そういうことか、わかった。これを刺してこういうことか、 こういうふうに締めるってことか。ギュッとギュッと、ちょっと待って、これやりすぎたら大変なことになりそうじゃない？ね、そうするとかっちりいきますよっていうことだ。こういうふうにね、あー親切、外れちゃうとね困りますもんね。そうですね、ちょっとねこの部分の使い勝手が悪いって書いてらっしゃる方もいらっしゃいましたね。全然大丈夫っていう方もいらっしゃるし、まあそれはね何でもそうですよね。あ、外れちゃった、やべえ、ちょ、やりすぎたかな。あ、外れちゃった。どうか。そう、こういう風に気にしない人間もいれば。でも結構ここが長いから、ね、しっかりはしてるんじゃないかなと思うんですけど。まあ、やりすぎ注意だな。力込めすぎ注意ですね、これね。ちょっと削れちゃった。まあ大丈夫そうですよ。はい。なるほどなるほど。これの使い方が分かりました。うん、ちょっとね、こんな太いのね、使ったことないからね。ちょっと、慣れないですね、これね。あ、いけるわ。すぐ慣れた。あ、そっかそっか。だからここがなんか、細長くできてるんだ。へえ、なるほどね、 すごいね考えられてるんですね、でもこの先端で作っちゃうと作り目を細くなっちゃうから、ここですね、ちょっと短いけどここでちゃんと作んないとダメですね。なるほどね、へえ、あれ今間違えたね。なるほどなるほど、ここが長くなって使いやすくなってるんですね、きっとね、ジャンボの棒針って。そっかそっか。どうしてもね、ここがやっぱり短いから、ちょっと慣れが必要かなとは思いますけど、でもこのジャンボを、輪針じゃなくて棒針で編むことを考えたら、いいんじゃないかなと思いますね。収納面でも。ちょっといろいろ間違えてます。そうですね。あとはちょっとやってみないとあれだけど、そんなにすごい困るっていう感じは今は感じないですね。ここね。ちょ、やっぱ短いね。ここで必ず、
この一番太いところね、必ずやんないといけないっていうのは、ね、意識しないといけないですね。目がちっちゃくなっちゃうから、それは慣れかなっていう感じですけどね、うん、ただとにかく収納のことを考えると、私は付け替え割りがいいなここちょっとおかしいね。ちょっとほんと適当に今やってるんで、よいしょ。うん、でもここもとんがってるから、あの糸入れやすいし編みやすい、ね、初でこんだけ結構できてるから、そんなに大変じゃないんじゃないかな、うん、あと多分ね、ふわっとしたものを編むと思うから、そんなに綺麗にしなくてもいいと思うし、こんな感じですね。まあもうちょっと使ってみてね、こういう点は注意した方がいいですよみたいのがあったら、ちょっとまあお知らせさせていただこうかなと思います。やっぱある程度ね、使ってみないと分かんないところもあると思うので、こんな編み編みになりますね、細いので編むとね、うん、でもよかった、あの付け替えケーブルが使えるって分かっただけで本当に良かったです、うん、結構細いタイプのね号数だったら、置いてるじゃないですか、手芸屋さんにね、さっと買えるけど、あ、まあでもね、通販あるからまあさっと買えますけどねそうですね、だからこれでこのシリーズで合わせようと思ったら、次は通販で買うかなっていう感じですけどね。まあ編んでみていいなって思ったら、そうやってちょっとずつね集めていけばいいかなと思います、ね、なかなかちょっとお店近くにいない方とか、あとはちょっとニットプロ気になってるんだけどっていう方がねいらっしゃったら、ちょっとでも参考になればいいなと思うんですけど、やっぱ全く写真だけで買い物するよりはね、どなたかのこう使ってるのを見ると、私はよし買おうって思うんですけどそういう風にこうちょっと参考にしていただけたら嬉しいなみたいなのはあるんですけど、よし、あとはこれの収納なんですよねなんかね、うん、こういうのを作ればいいのかな。ちょっとあのセットを買うのはね1万円ぐらいするから、うん、ちょっと そこまでまだね必要ではないというか、そんなにやらないから、もうこんだけあれば今んとこ十分ですね。まあ細いのはあと2本ぐらいあるから、で1号の極細のやつもこの間買ったばっかりだし、まあちょっとずつね、やりながら集めていくのがいいかなと思いますね。まあ今回ちょっとお安く手に入ったのでね、こんぐらい買えたんですけど、なかなかねこの量一気にはちょっと難しいところがあるので、あ、でこのコードはですね、いくらだったかな、七紬楽天市場店さんで税込み398円ですね。で東京だとメール便なので送料無料ですね。安いですよね、めちゃくちゃ。北海道とかだとどうなのかな、いや同じですね多分、メール便送料無料で、40センチから50、60、80、100、120、150までありますね。だから150あるから結構大きいものとか編めますね。はい、最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。いつも高評価、あとコメントどうもありがとうございます。この動画が良いと思われたら、また高評価ポチッとしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画で。どうもありがとうございます。